とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていこうと思います。今シーズンちょっと難しいところがいくつかありますけども、まあ注意していけばそう大したことないと思います。では行きましょう。1階がねクリーパー多いのよ。なので、クリーパー注意ですね。まあまあ2発ぐらい受けてもまあなんとか生き残れるんですけども、まあ、ダメージは結構痛いので食らわないようにはしていきたいところですね。で矢が結構出てきてくれたらあとあと楽になります。爆発の矢をね結構使っていくので結構段数が必要になるんですよね。 OK、ここでタワーシェイカーを取っていきましょう。でここ敵多いです。タワーシェイカーすぐ使わずにある程度敵が重なってから使っていくと、いい感じになりますね。で今食らっちゃったんですけども、クリーパーが1体潜んでます。クリーパーには注意していきましょう。はい、2回クリア。ここで地雷を取っていきます。防具にクールダウンがついてるんですよ、取る防具に。なのでアーティファクトをちょっと多めに持っていきたいところなんですよね。おい、ここをね、敵は強くはないんですけども風使いがめんどくさいんで、まあ、早めに仕留めておきたいところ。 OK、 いい感じ。いた、これこのね風使いが面倒なのよ。よし、あとはもう楽勝ですね。強いのもありません。効率がちょっとめんどくさいか。で次、ここ何もいりませんね。難しいのがね、何回だったかな、17回と、24回ぐらいじゃなかったかな。そのあたりがちょっと注意が必要な場所です。まあまあまだだいぶ先になるんですけどね。 OK、 でも今回ね30回でどうしようと思ったんですよ、長いなって。でも面倒くさいボスはいないので大丈夫ですね。ボスが面倒くさかったらね時間かかるからね。特にテンペストとか、あとはおお OK 邪悪なレースとかね、かなり時間かかるのでそういうやつらがいなくてよかった。はい、4回クリア。次に行きましょう。ここも何もいりません。ウィンドボウがねいい感じなんだけども、まあまあ取らなくてもいいかなーっていうところです。ウィンドボウすごくね跳ねぴょんしやすい感じで強いんだけども、まあまあまあ今回は金を使うほどでもない ないっていうか、あんまりねアーティファクトがないんですよね、火力の。なので別に必要はないですかね。 OK、 ここ結構めんどくさいんでパワーシェイカーで一気に抜けたらね倒し終わりました。ここに箱ありますので忘れずに取るようにしましょう。で向こう側に残り3、4体いるかな。それを倒してほしいです。 OK、 よし終わり。いやまだ出てきてないやつっていうのがいるからね、それがちょっとめた。あ、いた、あんなとこにいたんかい。2匹いた。
変に隠れてるやつがいるからな。5回終了。ここで武器変えます。星夜です。エンチャントしていきましょう。火属性と働き鉢、この2つで OK です。まあ入れるにしても火属性をもう1つぐらいですかね、うん、そんなにたくさん入れるまでもない。もう少し、はい、まだいた。6回クリア。次ここでデュアルクロスボウを持っていきます。まあまあそんな使わないですよ、そんなに使わないけども、まあ初期のやつよりも火力がちょっと高いんで一応持っていくっていう感じですね。一応、おい急に囲まれたな。エンチャンターね、いるんでね、気をつけてくださいね。おい嫌なやつで、箱の矢筒は、矢束かは取るようにしてくださいね。まあ、ここは別に虚無っても大丈夫だと思います。この装備だったらもう一気に倒していけるんで大丈夫でしょう。結構まあ居座ってガシガシ倒していって、いいかな。 OK、 よし、7回クリア。早かったかな。 OK。で、ここ、いろいろ悩みますけども、バジーネストが一番無難かなと思います。バジーだね。で、バジーネストを出して戦っていくと、まあ、それなりに、早いと思います。OK。が、終わり。いい感じ。確かにクリア。何もいりません。エンチャントポイント余ってますけども、防具を取った時に一気に使うので貯めておきましょうね。 OK。 クリーパーが 3,4 体いますので一応注意してください。おお、空爆か。ほいほいほい、オッケー。で、終わりかな。オッケー。9回クリア。ここで防具ビーネストですね、取っていきましょう。で、ユニークでビーネストを変えます。ビーハイブになると、防御が上がります。耐久力が 35% 上がりますので、それが結構でかいですね。で、これエンチャントが素晴らしい、クールダウンと雪玉入れちゃってください。で、ここボスがね、まず左側から倒します。うまいこと、よし、あー地雷がうまいこと入らんかったな。地雷がうまいこと入ると速攻なんですけど、全然上手じゃなかった。おーい、OK。 いやいやいや、全然うまく入らんな。 OK。 で、落とせ。10回クリア。ここでベッグス取っていきます。地雷と変えちゃってください。ベッグスですね。もう地雷よりもこっちの方が断然使いやすいんでね、こっちをおすすめします。意外と敵が多いんだよな。なんでちょっとこっち側にね、
置いといてあげるとうまいこと、よし、倒してくれるんでいいと思います。おいし、こっちにもまだまだいる、よっしゃ、終わりかな。あ、いや、まだいた、よし、12回終了で、ここでハープン変えていきます。こっちの方が火力が断然高いんでね、こっちを使っていきましょう。で、エンチャントをね、少し入れてください。追い打ちでいいと思います。で、ここ真ん中あたりに敵が結構出るので、ここに蜂を置いててあげるといい感じですかね。危ねえ、よし、これでおしまいと。13回終了で、13回報酬は何もいりません。あ、ここもちょっと難しいかな。14回、ここも若干難しいので注意してください。特に敵がね、こう集まってきた時が倒しにくいので注意ですね。矢を結構多めに使った方が安全かと思います。このタワーガードがね、めちゃくちゃ出てめんどくさいんですよ。こっちが浮き玉があるんでね、あの1対1としてはすごく強いんだけども、よし、いかんせん敵の数が多い。ここはめちゃくちゃ多いもん。よし、あ、でも多い箇所は抜けたかな。 OK、まあ、反対側この登ったところもちょっと多いんで、まあベグスやらパワーシェイカーやらを持って特攻してください。はい、14回終了です。で、ここで種を持っていきます。パワーシェイカーと、あれ？あ、で、おー、びっくりした。うん、パワーシェイカーと種を変えてくださいね。もうパワーシェイカーそんなに火力ありませんので、これで十分かと思います。あ、あぶねあぶねで、ここは、リーパー出ませんので、まあ安心していってください。でね、OK、クールダウンが入ってるんで、種がね、ものすごい使えるんですよ。敵の HP をね、ゴリッと削ってくれるし、足止めもしてくれるってことで、すごく重宝します。はい、終わり、落ちないようにいきましょうね。 OK、 あんま無茶しないようにで、ここ何もいりません。行きましょう。よし、ここは結構スライム出るんで矢がいっぱい出る可能性はあるんだけども、どうだ。あ、出る出る出る、できればいっぱい欲しい。うん、爆発をたくさん使っていきたい。いいね、3つ出た。もうちょっと出ない？いや、もう十分か。あ、もう十分十分、よっしゃ。この草刈り楽しいね武器が良ければ、武器が良ければ草刈りが楽しい。終わりじゃない？よし、16回クリアです。ここも何もいりません。で、17回、ここが難しいです。ちょっと難しいで、
とにかくエンチャンターを絶対倒すようにしてください。エンチャンターが鬱陶しいで、クリーパーも結構来るんですよ。クリーパーは種とか、あとよし弓を使って足止めをしていくといい感じになるかな。 OK、 ジオマンサーも鬱陶しいけども、エンチャンターの方を優先的に倒すようにしましょう。そうしないとね、ちょっと積む時があるので注意してください。ここで爆発ですね。爆発を持っていきましょう。爆発にマルチ3ですね。マルチは3の方がいい。で、連鎖反応はとりあえず1でいいです。いきましょう。で、武器をね耐えますので、若干エンチャントポイントは残すようにしましょうね。 OK。 で、ここも結構敵が笑って出てくるので大変なんだけど、よし、種があると意外とうまくいくと思いますので、種をしっかりと使ってみてください。はい、 OK。で、あとは爆発だね。これほんと使える。よし、18回クリアです。で、武器変えます。さすがにね、79では火力がないので、ここでハンマーに持ち替えましょう。ハンマーね。で、防具、ここを上げます。トゲを入れてもいいけども、まあ入れなくてもいいと思います。はい、これを最後まで着ていきますね。何がついた？まあ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 、やられることはないけど。はい、で、ここ蜂たちを出すのはちょっと後にしてください。まず、エンチャント入れるとね、エンチャントで衝撃波です。と、あと毒の蜘蛛入れておけばいいかな。あと、あと衝撃波3にしていきます。まずここの伸びをやります。 OK。 最初からね、召喚系を出しておくと、あ、やべ、あっち側を攻撃しに行っちゃうので面倒くさくなるんですよ。なんで、できれば伸びを倒した後に発動させるっていうのがいいですね。耐久力があるんだけども、まあ、交互打ちしていけば大丈夫でしょう。はい、終わり。20回終了です。ここ何もいりません。行きましょう。エンチャンターの人もね、いいかなとは思うんですけども、まあ後々他のアーティファクト強くなりますので、どうせ耐えます、し、種がねすごく役に立つんで、種は残しておきたい。 OK。 やばい、次ができない。よし、ギリやね。 OK、 種、本当にね、種がね、役に立つ。種いいよ。はい、21回終了でーす。ここで、アップドラフト、取っていきます。ベッグスと変えた方がいいですね。ちょっと待って、使えないじゃん。すぐ使えない。できればすぐ使いたかったんですけども、ちょっと使えないみたいですね。再使用時間がありました。 OK。 ここもこれが使える。あおい、使えるんだ。種とアップドラフトがよし。 OK。 で、爆発の矢を打っていけば敵結構勝手に落ちてくれるんで、いい感じです。
オッケー、あーもったいないけど大丈夫ね。よし、まだ、あ、まだいる。終わりだ。22回終了です。ここは何もいりません。ああ俺エンチャント入れてなかった。衝撃波ですね、衝撃波入れてください。まあ武器変えるんですけど、 OK。 ここもまあアーティファクト、そして弓をガンガン使っていってください。よし、ほんと種がねすごくいい。種とあれか、あの爆発の矢が相性いいのか。よし、いい感じ。あ、まだだ、完全に終わったかと思った。これで終わったでしょう。で残りは向こう側ですね。 OK、 今アーティファクトで倒していけますね。はい、23回終了。ここでゴーレムと蜂変えていきます。さすがにもうね蜂も火力がないので変えちゃってください。で毒の符号をプラス1で、ここね、まあ見えてると思うんですけども、おいいね、エンチャンター多いです。エンチャンターを早めに倒しちゃってください。エンチャントされたやつにはもう不用意に近づかないこと。小ダメージもらえますんで OK。 いいね、おおいいね、いい感じに出る。188本あればもう全然余裕っすね。よし OK。 あーミスった。あ、いや、いい感じ、いい感じ、いい感じに坂道を転がっていってくれた。よし、でもう少しで落ちていくな。上に 3,4 体いて終了です。 OK。 24回おしまい。ここでクレイモアに変えていきましょう。さすがにね、ハンマーは火力がない。あれは本当火力がないんで。で、邪悪な村人の破滅と、一応ダイナモ。一応ね。で、リフレッシュ。これで、OK です。ダイナモ、まあ、そこまで使わないんですけど。まあ、若干貯めとけば、ボス戦とかではそれなりに使えるかな。うん、そうね、最初の一発をダイナモでやっていくと結構早い。いやいや、うん、使うまでもないけどね。よし、かな。はい、では25回終了で、ここでね出るんですよ、ドラが。ちょっと種はね欲しいところだけども、ドラと種を交換です。アーティファクトはこれで完成っていう感じですね。もう完璧。よし、でここちょっと注意ですね、クリーパーに。まあゴーレムに任せとけば間違いないでしょう。終わり。自分から突っ込んでいくとちょっとねやられそうになるんですよね。
防具の HP が若干低くなってるんで、そこだけ注意してください。何もいりません。もう少しでボスですね。27階。まあ、ここは、ゴーレムを前に出して、あとは自分は後ろから爆発をボン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 打っておけば、まあ、倒したり敵が落ちたりするんで、楽勝ですね。OK。おっと、ゴーレムやられたけども、問題ない。終わりかな、これで。あれ、ぶっ飛んでるやつがいるな。多分ね、おお、いた。この爆発のね、良くないところは、敵がぶっ飛んでそいつが迷子になるっていうところがね、若干嫌なところで、ここ何もいりません。行きましょう。エンチャントポイントね、余ってるんで、まあなんか適当に入れちゃってください。トゲでも入れとくか。OK。入れるほどでもないんだけどね。よし。OK。もうなんかやたらアイテム出るな。もう運がいい。終わり。おお、早かったね。28回クリアでーす。何もいりません。フレイマーの方が、火力が出ると思いますし、ザコもね一緒に倒せるんでいいですね。でクレイモアを上げていきます。でボスエンチャント適当に入れときましょう。でボスはザコが出るまでアップドラフトは一応残しておいた方がいいですかね。こう、このザコがね、壁になって、ちょっと戦いにくい時があるんですよ。なんで、アップドラフトは、ザコが出てきた時用に取っておいて、戦うといい感じだと思います。よし、OK。ボスの攻撃痛いもんね。よっしゃ、OK。 終わりかな、そろそろ。はい、クリアでーす。28分ぐらいか。まあまあ30回だしこんなもんでしょう。おっと、ちょっと期待しとこう。いやー、期待できないな。1か、旋風1。なんか1が出るような気がする。あー、だよね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。